じゅって、じゅって、じっってい、ミノルでは、日本の武器を呼び、ホグの一つ、30センチメートルから1メートルほどの単鉄、真鍮、機体銀、打ち伸ばした銀といった金属や、菓子、栗などの堅牢な木でできた棒の手元に針をつけもので、ある。敵人からの防御に用いたり、突いたり打つなどの攻撃、時には単棒術として、 持ち犯人の関節を極める、押さえつける、投げるなど、従実も併用して制圧し、捕獲に用いる。十本の手に匹敵する働きをすることから、十手であると言われている。流派によっては、シュ、政治では、ミノルデという表記を使用する。十手を用いた武術を十手術という。江戸時代に、陳原院が十手、あるいは、筆さを日本に伝えたとする文献もあるが、 室町時代中期あたりから銃手術が登場する。室町時代後期から戦国時代にかけて、カブトという刃が付いていない針設けた刀状のホグ、ブブが登場し、その系譜を継いで銃手術とする見解もある。針で敵陣を絡め取る用法のほか、探訪術として相手の手足を絡め取りやわらへとつなげる、絡めてにより捕獲する銃手術がある。江戸時代には、 大悪と用の取物用武具として、江戸町奉行所のよりき、童心に、また観察と共に取物の際の手伝いという名目で、同心に使える小物、誤って、おかっぴき、赤八州では、目明かしとされることもあるが、この両者は、非合法に雇われたものであり、十手を渡されることない。私物として、無許可で鍛冶屋に作らせて持っていることはあったに、渡されていた。また、時代劇などで、 紫の房などをつけていたり、柄がふと紐巻きで、紐の先に房がついていることがあるが、紫棒は音賞などに用いる特別なものであり、本物の模倣が禁じられていた江戸時代の歌舞伎などでの演劇用賞道具としての十手の名残である。持ち運び方も時代劇では帯に刺しているが、実際は主に十手袋と言われる袋に入れ、懐に入れていた。 これは十手がホグであると同時に身分を証明するものであったため、紛失やすりなどによる遠投げの用心のため、また張り込みや尾行の際には自身の身分を隠す必要もあったからである。もっぱらよりき以上の役職は直接取り物の組打ちに参加せず、同心はホグとしての実用よりも四季用に十手を持っていたために、針はついておらず内刀のこしらえのような唾をはめたもの。 自費製作で真鍮はめ込み、造眼や打ち出し、銀打ち出しや銀箔、銀塗り、造眼、漆掛けやら電で装飾した、凝ったこしらいのものが時々見られる。棒身は主に炭造や削り出しによって製造される。その形状は様々で、直線棒状、両端先細な爆竜状、中細先太状、先太後細炭状、先細後太炭状、 刀のように湾曲のあるものなどがある。棒見断面は丸、六角、八角が多い。稀にオーダーメイドと思われるものに、正三角形や正方形や長方形や十二角や、楕円といったものや、根元が五角で中ほどから、先が八角に変形したもの、正方形六角形を、ドリルのようにひねりを加えたものなど残ったもの、二等辺三角形や、等身状になりもはや、 出っというより、兜ぶとありや鉄刀といったこしらいに近いもの、不動明王などの持ち物、三魔や系である、栗から剣、利剣を真似たひし形断面、三個書針の形状のもの、中空の交換状になっていて、七切りごぼうのように振ると先端に取り付けられおもりごと、収納されてた、鎖奮銅が飛び出る隠し武器とも見ることもできる、珍しい作りのものもある。柄は、 防身そのまま剥き出しにし、握りやすい形状、六角や八角などの断面に、切削加工したものや真鍮などで、さらに棒身を多い太く握りやすく、冬場でもかじかみにくくしたもの、グリップを良くするために糖や、細紐や皮紐を巻いたもの、より握りやすい形状にしたり衝撃を吸収するために、木柄や、象毛などをはめたもの、内刀や脇差しのように、 木柄の上にサメ川を巻いたりさらにその上つかきを施したものなどがある。針は主にかしめ止めで棒身に取り付けられた。これは棒身の手元付近に片方を大きく開け片方を小さく狭めたこう保穴に打ち出した針の接合部がまだ厚く柔らかいうちに狭い穴から保存としてはめ込み、針と反対側の大きく広げた穴の中に出る針材を潰し入れて、 単節しながら、リベット接合にする方法である。また、さらに、江戸中期になると、この接合方法は発達し、出口も狭めた、棒身の構内部で森先のような、返しになるように、針鋼材を折り曲げて断接し、構造上の使用強度を増した。他にも、枝物槍の針槍と同じように割り込みで、棒身から同一材を割り出して枝針りにしたものや、 針材をぐるりと回して管にしたものに、棒身を通してはめ込み、そのまま叩き締めた、勘弁な構造のものも少ないながら存在する。針の形状は前方向きに一つのもの、二つあり、かんざしのようになっているもの、万字リありのように二つ、針が全国一概万字、万字十手と呼ばれるもの、左右平行にならずねじれの位置の関係になっているもの、末広がり刃の字など、 断面から見ると、棒ミオ頂点と二つの針の頂点が、それぞれに等辺三角形を描くもの、棒ミオ軸に四十から百三十度前後開いた、二股また針、針ではなく単なる横棒を渡しロザリオのように十文字に、下の、上記のより記事非制作十手用に鍵はつかずに通バで、あるものやサーベルのように、森剣であるもの、棒ミオ軸に、味方、味方針、または、 四方点対象についているもの、四方針、三個所や五個所の形状を真似た針と、防身を持つもの、その他針自体に鉄輪をつけたり、針の一部を刃物のように加工したものなど実に多岐にわたる形状のものがあった。自費製作のものは、長さ九から五十四センチメートルほど。太陽、可視される十手は、長さ三十五から四十八センチメートル程度。主の剣種と、 愛対時する場合や対ながら武器、大取り物では、対等兼用での60から115センチメートル程度の長さの打ち払い銃って呼ばれるものが対応された。これには対衝撃のために、円柱ないし大円柱状の木柄をはめたものやつかまきを施したものも存在する。また同様の目的で、長ないしと呼ばれる木柄をはめた長いないしもいられた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。